おはようございます。おはようございます。今日は楓ともみじの別実ですね、先週植え替えだいぶやっちゃったんで、今週は、ちょうどね葉が開き始めちゃったんでちょっと遅いんですけど、まあ楓ともみじの違いも含めてですね。まず楓ですけど、今年、開いた葉っぱなんですけど、左右の真ん中にこうちっちゃい芽が出てますね。これが伸ばしておくとスーッと伸びると軸が伸びていっちゃうということがあるんで、こういうのをこう積んでいくと、ですね。これ普通に引っ張って取れるんですね。そうですね、柔らかいんでね。これをやっとかないと、やっとかないとこの軸がどん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 伸びていっちゃうと、間延びってことですかね。間延びしちゃうってことですね。楓は何度も切り返したりとか剥がりとかやるんで、多少遅れたりしても、お、取っちゃったかな、大丈夫ですね。はい、まあこんな風に押さえていてあげると、これは時期的には今の今なんですよね。でこれ3月ですね。とこれが遅れちゃうと、もう開いてずっと軸がこの真ん中のやつが伸びていっちゃうと、はい、もみじはですね、もみじですね。はいはい、はいはい、これなんかもう全然遅くて、楓よりもみじの方がツーッと伸びるのが早い、で伸びるとですね、何が悪いかっていうと、この元が伸びちゃう。これはもう別に詰めばいいんで、もみじは伸ばしたって詰めばいい、そこからまた芽が吹いてくるんですけど、ここが伸びるのが嫌なんですね。なんで中心から大きいような盆栽の場合はこう開いてからこういうふうに積んでいくということはあるんですけど、商品盆栽とかミニとかやられてる方はですね、こういうのはこう開いていっちゃって、あ、これほとんどないか、中の芽を取ると、あ、これもないですね、ない場合もありますね。これはこんなに重なっててもしょうがないんで、芽かきって言って芽をかくということもやります。はい、はい、芽をかく、かく、これね、ちょっとその前にこれはもうこれが頭の芯になってくるんで、これは取っちゃいますね。はい、本当はもうこれもうここからはですね、もう芽が出てこない、こんだけまっすぐになっちゃうと、なんでこれはここを押さえることによって、こういう元から新しい芽を吹くのを期待するか、あるいはここに出てるちっちゃい芽、これで作っていくしかない。だからもうここを諦めるしかないですね。それからさっき言ったここから出てくる芽で作っていくと、作り変えていくと、で、あとこれが芽が頭がいっぱいありますんで、芽を変えてあげる、こういうふうにいっぱいありますんで、ですね、かく、芽をかく、取る、取る、かき取る、かき取る、はい、芽かきってやつですね。うん、ちょうどいい。これなんかもうこんなとこにいっぱい出てるんで、こういうの取ってあげる。これなんかもうここにありますからね、いい枝が、はいはい、いらないわけですよね。こういうの書いてあげる。出る前に取っちゃう。もう取っちゃう。芽を書く。こういうやつもですね、こんな出ても枝にならないんで取っちゃう。これもそうですね。ちょうどこの出際のところに出てる。書いてあげる。目的としては調整というか、ここから出したいみたいなのを。あってもしょうがないからですね。で他の枝に力をつけてあげると。なるほど。でちょうどいいのはこれ、やっぱりこれなんかもちょうどこの枝とこの枝がありますから、さっき言ってここの軸はもうこんだけ伸びちゃうと、出てこないんで剪定しちゃうと。へ、これもそうですね、ここにありますんで、それとこっち側にもこうちっちゃい芽がありますから、結局ねこれ取っといてもね、後でいらなくなるんですよ、こんだけ長いと。うん、もう使えないっていう、だったらもう取っちゃって。なるほど。はい、であとこれも頭がやっぱりここら辺で作ってってっていうことは少し長いですから、ここに芽があるんで、これもこういうの取っちゃうと。もう一段押さえていいかな、ここね。というふうに芽かきとか、まあ剪定と芽摘みと一遍にあるんですね。はいはい。だからもみじはいろいろまあ木やってきましたけど、まあ、欅はね結構みんな手入れが大変だねって言うんですけど、はい、一番大変なのはもみじ。へー。で楓よりももみじがスーッと伸びるんで、もう1週間ほっといたらパ
パッと開いても芽が出てる。うん、私みたいに預かってる人はね、本当はあんまりやりづらいんですよね、こういうモミジとかっていうのは。フィルマさん、前初心者にはカエデの方が、うん、カエデがいいですね、おすすめって言いましたね。そうだ、カエデの方が丈夫ですし、うん、その芽が多少伸びてもそんなにスーッと大きくは軸伸びないんで、うん、であとはカエデの場合は剥がりっていうのをやるんですけど、はい、場合によっては年に3回ぐらい剥がりできるっていうぐらいすごい丈夫なんで、ですからやりやすいのはカエデがいいと思いますね。ちょっと剪定してみましょうかね、はい、ちょうど春の芽出しですから、切るにはいい時期なんで、太い枝、いらない枝を抜いていくと、はい、はい、少し頭が高いんで上の方から摘んでいきますかね。あとね、こういう枝、こういうのは、ここに太い枝が、これありますよね、太い枝。はいはいはい。これはね、犠牲枝って言って、まあ、苔順が非常にこういうとこ、急にふーっと細くなるんですけど、はいはい、ちょっとここ細いかなって感じすると思うんですよね。これまで来て、急に細くなるんで、そうですね、うん、少し太らすために、こいつをつけておいて、これですね、はい、やがては抜くんですけど、一応犠牲枝として太らして、でちょうどこれやっぱり裏面だから、うんうん、抜いても傷にならないですから、まあいいかなっていう感じですよね。これあえてね、抜きたいんですけど、はいはいはい、あえて太らすために残しておくと、うん、枝とその先に葉っぱがあると、そうです、ね、栄養吸収して伸び、そうです、ね、太くなりやすい。そうですね、ほっといて葉っぱどんどん伸ばしてっていうところですかね。で、まああとこれはやっぱりこちら側にこう作っていきたいんで、はい、少しこちらの方の芽はどんどん追い込んでいくっていうことですね。で、ごちごちして結構ね、カエデこう上に上に伸びる性質があるんで、上に突っ立つような枝は少し取っていてあげてもいいですね。はい、カエデはね、わざわざ開いて取らなくても、はい、そんなにこんな軸が伸びないですし、うんうん、で太ってまた切り戻して作っていくっていうのもあるんで、もみじですね、やっぱりね、間の1週間ですね。間の1週間、そこを逃しちゃうと、芽がスーッと葉っぱが開いて、うん、スーッと伸びて取っちゃうと、後から切ってももう遅いんですか、やっぱり。うん、だから軸がスーッと伸びちゃったところっていうのはもう、まあ、諦めて切るしかないですよね。じゃとりあえずカエデはこんなところで、はいはい、これも全体的にこっち流れの、うんうん、例えばこれですよね、人が戻るようなこんないらないんで、ここは取っちゃいます。それとこれもですかね、ここに軸が伸びちゃってますよね、うんうんうん、こんだけ長い軸になっちゃった、もうこれ使えないよって。これも下にありますから、これとこの下ですね、はい、下に向いてるのと、それからこれと、これもですね、これも強くなりますね。なんで切るのも少しやっぱり軸残して切った方が、はい、でここからだんだん枯れてきますんで、これもね取りたいんですけど、あ、取ってもいいですね。ここにちっちゃい芽が出てきてますから、うんうん、あ、ただねこれは、ちょっとここ細いんですよね、こっちの枝に対して。でもうちょっと太らしたい、なるほど、だから太らせたいっていうことは、この軸は少し逆にこう犠牲枝として伸ばして、それによってこれ太ってきますから、で将来的にはこれに立て替えて作っていくということなんで、今切っちゃうとね、ここにちょっと葉っぱが出るだけになっちゃうので、はいはい、だからそういう目的を持ってあえて残しておくっていうことですね。むずいですね。むずいですよね。だからどこを切っていいかっていうのも結構わかんそうですね、ないですよね、その、うん、将来の想像しながら、はいはい、想像しながら、そうですね、だから自分の理想とするやっぱその形っていうのを、はい、やっぱり見といた方がいいんですかね。そういうことですね。これもちょっと切りますね、はい、芽がね、まあ大体いいんじゃないですかね、枝の剪定としては、うんうん、ここだ、ここもう一個切っとくか。あとね、やっぱりこれあれですね、ここに2つ枝があるんで、とりあえずこれ取っときます。はい、これね、でここも少し軸が伸びてるんで、うん、将来これに立て替えるかもしれないんで、はい、一応これ取っときますね、はい、か取ったって、やっぱ取っちゃいますか。葛藤がなんか、うん、葛藤がありますんで、これに立て替えてこれが取ると、はいはい、ここも、うんうん、こう
ね、分かりに近いところに出てますよね、はい、これもいらないかなって。ちょうどね先週植え替えして根をさばいてるんで、あのこの時期にあの根をさばいたと同時に上の方も詰めてあげるとなるほど、いいタイミングだと思います。はい、あ、 であと先ほど言った芽かきですね、芽がここら辺にいらない芽が芽かき、これもそうですね、これあってもしょうがないんで、芽かき、どうでしょう、なんとなく将来像が見えてきたら、はい、っていうところですかね。で、ようやくそこでこの芽摘みですよね。そうですね、こういうあの袴をねまで取った方がいいって、ミニとか商品とかやってる方はここまでやったりしますね。この作業をやっても葉っぱは普通に出る？ん、葉っぱは出る。あの芽摘みって、今こう3つある中のここを摘んだわけですよね。そうですね、ここを摘んで真ん中で、ここを摘むとこのねこの間からこうちっちゃいのが出てきます。将来的にはねそれで作っていくんですね。へえ、なんで、この葉っぱっていうのは結局いらないになります、最終的には。なるほど、はい、ここを切るのはここを伸ばさないためにここを切りますよと。で切ることによってここにちっちゃい芽が出てくるんで、そこから出てきた芽で作っていくんで、これもやがてはいらなくなると。ああ、そういうことだ。はい、で2芽に作っていくと、こんな感じですかね。はい、これが完成。これもさっきやったんですね、はい、これもちょっとごちゃごちゃっとしてるんでちょっと整理しましょうか。はい、はい、まずこの元ですね、ここに枝があるんでこのちっちゃい元のやつはこういうのはいらないと。はい、はい、でこれもですね、取っていきます。あと上ですね、上が相当ごちゃごちゃしちゃってるんで、一応ここにまっすぐツーッと来てるのは比較的短いところで枝分かれがありますから、これ使える軸なんで、そうするとこの周辺にあるごちゃごちゃっといっぱいあるやつはこれは取ります。はい、で取らないと今度はこの周辺が太っちゃうわけですね、せっかくコケジュンって言って上の方行って細くなるのにこれに枝がいっぱいあると太っちゃうんで、こういうの取っちゃいますね。これもそうですよね、下の方なんかいらないですよね、でこれも2つあるんで外側のやつが大事なんで内側を取っちゃうと。はい、アメな作業ですよね。まあ、こういうね、結構モミジってやっぱ最初に始めるときモミジからって人結構いると思う、ね。まあね、馴染みがあるんでね、やりやすいんですけど、モミジは一番大変です。はい、カエデをおすすめします。この下出てるのいらないですね。はい、はい、これはもしかしたら心軸が気になってこっちに切り替えるかもしれないんで、とりあえず取っときますね。これもちょっと近いですね。元から出てるんで。やがて出てきても幹とねこの枝の間のここはいらないですね。ちなみにこのサイズでこの幹の太さって、ええ、これって普通に作れるんですか？いやなかなか難しいと思いますよ。あの取り木とかではない、取り木だったと思いますね。はいはい、これは清姫とかってやつですよね。はい、ね、あ、こんな感じになるんだ。ね、先週ここに太いのがあったんでね抜いたんですけどね、はい、はいはい、この時期だからね抜けるんですけど、これもちょっと太りそうですね。ちょっと嫌ですね。ちょっと剪定しておきますかね。こういう内側から、もしくはこれ太るんでこれ取っちゃうか、真ん中このここね悩みどころですよね。これ下から出てるんでね、この枝からすると内側から出て見えるんですけど、ただこれはまあちょっと将来考えたら今のうちに抜いておくっていう、ね、これでもちょっと太く見えますもんね。なんかもう今細いですけど、これずっと走らせると伸びちゃうんで、もうこれで切っとくと。はい、はい、でここちょうど3つありますよね。この芽っていうのはここにちっちゃい芽がついてて、ちょうどこう軸になっちゃって、まっすぐになっちゃってるんで、これはもう確実、これ真ん中ですね。はい、一番いらない。で一応ここは節がこうありますんで、出ることが可能性があるんで、まあこれもちょっともう切っときますかね。下の方に枝、こういう細かいのがあるんで、この上のぽっこりしてるのはカットバスターかなんかですか？ああ、そうですね。
これだから多分昆布じゃないですよね、うん、切った後の溶合剤が結構肉巻きが良すぎちゃって、うんうん、将来気になるかもしれないですね。これも切りたいですよね。切りたいんですけどまだ芽がないんで、こういうとこから拭いてきたら切ると。なるほど、はい、ですからこれは逆にもう捨てるつもりで、葉っぱ開かせて元気つけたところで芽摘みをするとこういうとこから吹いてくる可能性があるんで、そうそうそう、結構真面目な、そうですね、今日は真面目な昼間さん、今日は真面目な前回ふざけすぎちゃったんでねこれさっき太るって言ってやったんですけど、はい、やっぱりこっちの細い枝に立て替えていきましょうか、うんうんうん、あのここはね将来やっぱりどうしても気になっていくこの太い枝ですよね、はいはいはい、まあ裏なんですけど、ということでとりあえずここはちょっと元から切っちゃいましょう、はい、でこれに立て替えていくか、これも取っちゃうかもしれないですね将来ここね、うんうん、近いところにあるんでこういうところで作っていくと、だからどん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 作り変えていけるんで、うんうんうん、このやっぱり軸長いところはやっぱりどうしても気になるんで、ちっちゃい下芽がありますからね、うんうん、はい、これも切っちゃっていいですかね、以上ちょっと話が あちこち行きましたけどうまく編集してくださいこの時期の、はい、あのもみじとカエデの作業ですね、ですね、はい、目摘みと芽かき、目摘みと芽かきとあと剪定ですね、剪定、はい、剪定はなんかあの冬にやるとあんま良くないっていう、そうですね、だからもみじは11月以降あの切ると水ひゅってね枯れたりするんですけど、なるほど、このぐらいの時期から剪定を始めていくっていう、でも切ってるし、あの成長し始めましたんで、切るいい時期ですね、はい、太い枝を抜くいいチャンスだと思います。以上です。ありがとうございます。